さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。134回目の今回は、ナッシーの愛称で親しまれた選手の紹介になるよ。その選手とは、選手としては近鉄に17年在籍し、監督として近鉄、日ハム、楽天で指揮を取っていた、梨田正隆選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。梨田正隆、1953年8月4日生まれの68歳、島根県浜田市出身の元プロ野球選手だよ。引退後は監督、野球解説者、野球評論家を務めているよ。浜田市立第一中学校入学後、本格的に野球を始め、身長順に新入部員の守備位置が割り振られ、高い方から3番目だった梨田は、強制的に捕手を任されたそうだよ。島根県立浜田高校に進学し、1年秋から捕手として活躍。1970年に、春季中国大会県予選決勝に進むが、江津工業に敗退。同年夏の島根大会は準決勝で安木校に敗れるよ。1971年は4番打者として、春夏の甲子園に出場。春の選抜は1回戦で、坂出翔に惜敗。夏の全国選手権も、同じく1回戦で池田校に敗退。当時は実家から近い、広島東洋カープのファンで、カープからドラフト指名予定である旨を知らされていたが、結局1971年のドラフト会議で、近鉄バファローズから2指名を受けて入団。1972年から強肩を武器に一軍公式戦初出場を果たし、9試合に出場。1973年は8月から、正捕手として起用され、52試合に先発。1974年は、開幕からレギュラーとして115試合に出場するも、打率は1割9分4厘と低迷。1975年には有田にレギュラーを譲ったが、こんにゃく打法を開発し、勝負強い打撃を発揮。そして1977年から2年間は、有田との併用が続き、1979年には正捕手の座を有田から奪い返し、球団初のパリーグ優勝を経験。シーズンは114試合に出場し、打率2割7分2厘を記録。そしてこの年は初のタイトルとなる、ベストナインとダイヤモンドグラブ賞を受賞。広島との日本シリーズは、江夏の21球もあって敗退。しかし3試合に先発し、第6戦では3回に、大野からツーラン本塁打を放ったよ。1980年には118試合の出場で、打率2割9分2厘、15本塁打55打点を記録し、初の規定打席に達し、リーグ連続優勝に貢献。この年には2年連続で、ベストナインとダイヤモンドグラブ賞を受賞。広島との日本シリーズでは5試合に先発。第1戦で3安打と活躍するが、その後は1安打に終わり、チームも日本シリーズ敗退。1981年は106試合に出場し打率2割7分3厘、17本塁打48打点を記録し、3年連続で、ベストナインとダイヤモンドグラブ賞を受賞。1983年にはオールスターに出場し、第2戦にて MVP を獲得。シーズンは111試合に出場し打率2割6分8厘を記録し、4度目のダイヤモンドグラブ賞を受賞。しかし1986年以降は、片や打撃面の衰えから、山下などにスタメンを譲る機会が多くなり、1987年オフに、右肩の手術やアキレス腱痛などから、球団に引退を申し出たが、大木監督に慰留されて翌年も現役を続行。そして1988年に同学年の吹井氏と共に、35歳で現役を引退。引退後の1989年に NHK の野球評論家に就任し、同年のワールドシリーズの取材のため、アスレチックスの本拠地を訪れており、梨田は地震に遭遇、急遽現地の被害状況のリポーターを務めたよ。1990年、1991年にはサンデースポーツの司会も務めたよ。そして1993年シーズンから、一軍作戦兼バッテリーコーチとして近鉄に復帰。1996年シーズンからは二軍監督を務め、2000年シーズンオフに一軍監督に就任。近鉄は小林投手コーチ、真由美打撃コーチと梨田の3人を、近鉄男前3人衆、として売り出し、この3人を起用した近鉄百貨店の広告が、近鉄沿線の駅ポスターや車内中吊りに掲げられたそうだよ。監督就任1年目の2000年は最下位に終わったが、2年目の2001年にチームを史上4度目、球団最後のパリーグ優勝に導いたよ。またこれにより、同一監督で前年最下位から、優勝を果たしたのは、1976年に優勝した長嶋監督率いる巨人以来だったよ。2001年のヤクルトとの日本シリーズでは、1勝4敗で敗退。2002年は2位、2003年は3位と A クラスを維持。そして2004年、同年限りで近鉄がオリックスと合併し消滅することが決まったよ。梨田はシーズン最終戦の前日に、近鉄の選手に向け、みんな胸を張ってプレーしろ。お前たちがつけている背番号は、すべて近鉄バファローズの永久欠番だ、と言葉を残しているよ。梨田は合併の際に、オリックス側から、一軍ヘッドコーチへの転任を打診され、監督となった大木からも慰留されるが、選手、スタッフやファンがバラバラになり、その進路も決まらないうちに、自分一人が残るのは望ましくない、と辞退したよ。
そして、球団解散前の10月15日付で退団したよ。2005年からは13年ぶりに、NHK 及び大阪日刊スポーツの野球評論家に復帰、関西ニュース一番のスポーツコーナーにレギュラー出演したほか、NPB、MLB 中継の解説を担当していたよ。2007年には、契約交渉で揉めてオリックスを自由契約になった、かつての教え子の中村から相談を受け、同級生で親友でもある、落合に獲得を打診。最初は断られるものの、最終的に中村は、中日に育成選手として入団したよ。そして2008年シーズンから、日本ハムの監督として4年ぶりに現場復帰。就任会見では、近鉄が消滅して、自分の居場所がなくなったような気がしていたが、こうして現場に復帰できて嬉しい。日本ハムは強いチームだ、と語ったよ。就任1年目は3位でリーグ戦を終了し、CS 第1ステージをオリックスと戦い、2連勝で駒を進めたが、西武に2勝4敗と負け越し、日本シリーズ進出を逃したよ。2年目の2009年は、チームを2年ぶりのリーグ優勝に導き、CS では楽天と戦い4勝1敗と勝ち越し、日本シリーズ出場を決めたよ。日本シリーズでは、巨人に2勝4敗で敗れ敗退したよ。2010年は、ほぼ中継ぎ経験しかなかったブライアン・ウルフを、シーズン途中に先発に転向させたり怪我人が続出。一時再開と低迷しながら、交流戦頃からチーム状態が向上し、シーズン終盤には CS への出場権をかけた、3位争いを演じるところまで浮上。しかし最終的には4位となり、日本ハム5年ぶりの B クラスでシーズンを終えたよ。2011年の前半はソフトバンクと首位争いを演じたが、終盤に来て負け越すなど、チームの調子が急降下し、2位でシーズンを終えたよ。CS 第1ステージは西武との対戦となったが、2連敗で敗退。またシーズン終盤になって、一部メディアで解任説が流れたため、自身の去就について、シーズン途中で異例の9月15日に、2011年を最後に、監督を退任することを記者会見で表明したよ。シーズン前から、4年目の2011年で降りようと決めていた、と語り、解任ではなく辞任であることを強調する会見となったよ。辞任後再び NHK、日刊スポーツ新聞、西日本専属の野球評論家に戻って、サンデースポーツに不定期で出演し、同年より、ジョージア魂賞の審査委員も務めたよ。そして2012年10月10日に、野球日本代表の野手総合コーチに就任したことが発表されたよ。2015年10月8日、成績不振のため辞任した大久保の後任として、楽天イーグルスの一軍監督に就任することが発表されたよ。2016年5月17日のオリックス戦で、遅延行為により自身3度目の退場処分を受け、そして9月6日の西武戦に勝利し、NPB 史上19人目、監督勝利通算700勝を達成したよ。この年、序盤は一時首位に立ち、交流戦でも勝ち越すなど好調だったものの、後半に失速し、最終的に5位に終わったよ。2017年は8月上旬まで首位を独走、後半戦で大型連敗で順位を落とすも、球団初の3位入りを果たしたよ。CS では西武を2勝1敗で突破するも、ファイナルステージでは、ソフトバンクに2勝4敗で敗退。2018年は、5月25日のソフトバンク戦で勝利し、監督勝利通算800勝を達成。しかし、開幕から低迷し、6月16日の阪神戦の敗戦後に、成績不振を理由に監督を辞任したよ。2019年からは4度目となる、NHK 野球解説者、大阪日刊スポーツ野球評論家として活動。そして2020年4月1日に、新型コロナウイルスへの感染が判明。集中治療室で人工呼吸器を装着されての治療が続いたが、4月17日に一般病棟に移されたよ。5月20日に退院の許可がおり、しばらくの間は自宅で静養して、解説者、評論家活動復帰を目指すこととなったよ。そして10月4日の NHK プロ野球で、現場での解説に復帰したよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。現役時代に梨田は、有田との併用が多く、この二人は、有梨コンビと呼ばれ、二人とも他球団に行ったら、レギュラーは間違いないと言わしめるほど。そのためオフシーズンになると近鉄に、どちらかをトレードしてほしい、との希望が殺到していたそうだよ。そしてこの状態は、有田が巨人へ移籍する1985年まで続いたそうだよ。ただ、有梨コンビの成功以降、複数捕手の併用が、近鉄の戦術の特徴となり、近鉄で規定打席に到達した捕手は、1985年の梨田以降一人も現れなかったよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。編集してみての感想は、選手時代は近鉄一筋で、近鉄最後の監督となった。その後合併した球団に行くことはなく、数年後に日ハムの監督に就任。そこで苦戦しながらも、チームを何度も A クラスに導く手腕を発揮。ここでは書かなかったけど、心に熱いものを持っていて、選手に厳しい部分も覗かせていた。そういった部分も、監督として評価されていたんだろうね。うぷ主の印象としては、ダジャレ好きの陽気な監督ってイメージがあったんだけどね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。
Thank you.